尾形監督に重宝された隙あらばの牧を、2014年のドラフトでもともと上位で投手を獲得する予定だった広島は、尾形監督が一目惚れしたことで急遽の又吉を1位で指名した。自身の現役時代と重ねた尾形監督は若手の時につけていた背番号37を与えたいと思い、前年3割を記録した松山から剥奪してまでの間に背負わせた。1年目からダイソーや守備固めを中心に外野手でチーム2位の出場を果たすが、イージーミスも目立ち隙あらばの間と呼ばれるようになった。勝てば CS が決まる試合で鈴木誠也に代わりライトの守備に入るが、ダメ押しとなる後逸を披露してしまい、チームは CS 進出を逃している。1年目に野間がスタメン出場した際の勝率はわずか3割2分1厘にとどまり、特に開幕時に1番で出た際には6連敗を喫したことも印象を悪くすることとなった。2年目以降はミスも減り、背番号を剥奪した松山からは、早く守備固めのために代わってくれと望まれるほどの本領を発揮した。優勝した2016年にはマジック1となった直後に一軍昇格を果たし、尾形監督によるご褒美に違いないとネタにされることもあった。